オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランス提供フランス365最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフミキです。本日もフランス365フランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は二部構成でお届けします。第1部は10月第2週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは10月第2週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。ノーベル物理学賞、フランス語圏のスイス人天文学者2名とアメリカ人物理学者が受賞。10月8日火曜日、スウェーデンの王立科学アカデミーがスイスのジュネーブ大学のミシェル・マイオール教授とディディエ・ケロー教授、そしてアメリカのプリンストン大学のジェームズ・ピーブルズ教授の3名にノーベル物理学賞を授与すると発表しました。パリ警察署襲撃、犯人はイスラム過激思想に傾倒か、警察内部の40名が監視対象に。10月8日火曜日、先週の木曜日にパリ警察本部内で起こった4人が殺害された事件を受けて、クリストフ・カスタネール内務大臣は国民議会の法律委員会の場で聞き取り調査に答え、警察内部のおよそ40名が過激思想化しているとして解雇、または監視の対象になっていると述べました。通販の宅配に課税か、中小規模の小売店を守る法案が提出される。10月10日木曜日、国民議会で金融法の改正案についての議論の中で、共和国前進の議員から、通信販売大手から中小の小売店を守るため、通信販売による宅配便に新たに課税する案が提出されたと現地のメディアが報じました。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回はパリ警察署襲撃、犯人はイスラム過激思想に傾倒か、警察本部の40名が監視対象にです。10月8日火曜日、先週の木曜日にパリ警察本部内で起こった4人が殺害された事件を受けて、クリストフ・カスタネール内務大臣は国民議会の法律委員会の場で聞き取り調査に答え、警察内部のおよそ40名が過激思想化しているとして解雇、または監視の対象になっていると述べました。10月3日木曜日正午ごろ、パリの中心部にあるシテ島の警察本部内の中庭で起こった男がナイフで警察官数名に襲いかかり、4人が死亡し、犯人がその場で射殺された事件では、当初、内輪揉めが原因ではないかと見られていました。事件を起こしたのは、警察の情報処理部門で働いていたミカエル・アルポンで、仕事上では問題を起こしたことは一度もなかったということです。カリブ海に浮かぶフランスの海外圏、マルティニーク出身のアルポン容疑者は、およそ10年前にイスラム教に改宗していました。その後の調べで、イスラム教スンニ派の中で、特に厳格なサラフィー主義の信者らと接触し、2015年に発生したシャルリー・エブド襲撃事件の際には、
イスラム過激派のテロリストらに対してよくやったと述べていたことや、イスラム過激テロ組織イスラム国の動画が入った USB などが押収されるなど、イスラム過激層に傾倒していたことが明らかになってきました。警察内の職員数十人ともコンタクトを取り合っていたとの報道もあります。さらにアルポン容疑者の隣人が事件の前日に、アラー・アクバル、神は偉大なりと叫んでいたと証言しており、当初内輪揉めが原因と見られていた事件は、イスラム過激主義に傾倒した犯人によるテロ事件の疑いが強まってきました。一方で、移民や低所得者など様々な問題を抱える郊外の代表者と自称するアマダ・トラオレ氏は、今回の事件は宗教的思想によって行われたテロ行為ではなく、アルポン容疑者が仕事上で悩んでいたことや耳が不自由だったため差別されていたことなどが彼を今回の犯行に至らしめた原因であると主張しています。また10日木曜日に、パリ郊外北部のゴネス市の市庁舎前で、政治やメディアによる誤報について訴える集会を予定していて、Facebook で参加を呼びかけています。これに対し、カスタネール内務大臣は、殉職した警察官の名誉に対して、卑劣で侮辱的だとツイートし、県知事と話をした結果、集会は禁止されたと述べました。さらにその後、刑法第40条に基づき、主催者の憎悪的な発言を検察に告発したと続けてツイートしました。今回のこの事件では、警察内部に過激主義者がいたことが浮き彫りになり、フランス全土に衝撃が走っています。また、警察内のテロ組織の存在を知らなかったはずはないとして、カスタネール内務大臣に対して野党からは辞職を求める声も上がっていて、今回の事件はフランス社会に大きな影響を与えています。今回はアンサンブル講師の大輔先生にご執筆いただきました。大輔先生、ありがとうございました。ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文はフランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では早速お聞きください。 Tuerie à la préfecture de police, coupable islamiste radicalisé et 40 personnes à l'intérieur de la police sous surveillance. Mardi 8 octobre,En réponse à la tuerie de 4 hommes au siège de la police de Paris, jeudi dernier, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, s'est entretenu devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il a déclaré qu'environ 40 personnes au sein de la police avaient été licenciées ou surveillées en raison de leur penchant extrémiste. Au début de cette affaire, où l'homme a attaqué plusieurs policiers avec un couteau, jeudi 3 octobre vers midi, dans la cour du siège de la police sur l'île de la Cité, au cœur de Paris, on pensait que la cause était un conflit interne. L'assaillant se nomme Michael Harpon, il travaillait au service des renseignements de la police et n'avait jamais eu de problème au travail. Michael Harpon, né en Martinique, territoire français d'outre-mer dans les Caraïbes, s'est converti à l'islam il y a environ 10 ans. D'après une étude ultérieure, il a contacté des salafistesparticulièrement strict parmi les sunnites de la religion islamiste. Et lors de la tuerie de Charlie Hebdo en 2015, il aurait déclaré « C'est bien fait ». Une clé USB lui appartenant et contenant des vidéos d'organisations terroristes extrémistes islamiques
et du pays islamique, a aussi été retrouvé. Il est alors évident qu'il était un islamiste radicalisé. Selon certaines informations, il aurait été en contact avec des dizaines de policiers. En outre, son voisin a témoigné que, la veille des faits, il avait crié « Allahu Akbar »« Dieu est le plus grand ». C'est alors que l'on a commencé à fortement suspecter que ce que l'on pensait être un conflit interne était en réalité un attentat terroriste lié à l'extrémisme islamiste. De son côté, Adama Traoré, autoproclamé candidat des banlieues et qui s'occupe de divers problèmes tels que les immigrants et les personnes à faible revenu, a déclaré que cette tuerie n'était pas un acte terroriste religieux. Il a affirmé que le crime était motivé par des problèmes au travail et une discrimination à cause de sa surdité. En outre, Adama Traoré a appelé sur Facebook à un rassemblement jeudi 9 octobre devant la mairie de Gonesse, dans la banlieue nord de Paris, pour dénoncer la désinformation médiatique et politique. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a réagi sur Twitter à propos de ce rassemblement. C'est une infamie et une insulte à la mémoire de nos policiers. Il indique s'être entretenu avec le préfet du département et assure que la manifestation va être interdite. Il a continué à tweeter en indiquant avoir demandé à ce que les propos odieux tenus par son organisateur soient dénoncés au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale. Cette affaire met en évidence l'existence d'extrémistes au sein de la police et choque l'ensemble de la France. Le parti de l'opposition appelle également à la démission du ministre de l'Intérieur Castaner, considérant qu'il ne pouvait pas ignorer l'existence d'organisations terroristes dans la police. Pour finir, on peut affirmer que cette affaire a eu un impact majeur sur la société française. Sébastien 先生、ありがとうございました。まだテロと断定されたわけではありませんが、警察内部にも危険が潜んでいるというのは、いかにテロとの戦いが困難であるかがわかります。今回の事件で命を落とされた方々に追悼の意を表します。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いてもっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方はオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセをご検討ください。アンサンブルでは経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では 96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいております。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な講師も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容はディクテ強化、発音強化、翻訳強化、そして会話強化という
4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブル・アン・フランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師、スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また、オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセは毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信していますので、ぜひ合わせてご視聴くださいね。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛にお名前フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。